智代です。このチャンネルは栃木県にあるカメラ屋さん佐藤カメラで働くアソシエイトたちがそれぞれの視点でお送りしています。智代です。今回も宇都宮市にある宇都宮中央公園で動画を撮っていきたいと思います。使うカメラはパナソニックルミックス GH5S にルミックス G30mm マクロ 2.8 をつけて撮っていきたいと思います。軽いです。ズダズダズダ。 30mm なので 35mm 換算すると 60mm 60mm マクロってことですね。この奥には日本庭園があるらしいので日本庭園をね、でマクロとして撮るのと 60mm でっていう距離感でスナップ撮影みたいな感じで撮っていけたらなと思います。日本庭園ってあっち、あれ庭園、そうだね日本庭園、日本庭園行こうと思ったら読書されている方がいるので、ちょっとあんまりうるさくはできないですね。いいじゃない、トモヨですって言えば、どうだわ、何読んでんなつって、ジャンプ読んでんの。そんなこと言っちゃって、あ、じゃあ橋の方行きます。橋、あのね、やっぱさ、橋、あ、このちょっと色づいてる、何の花かわからないけど、まずこのマクロの機能を検証したいと思います。最短撮影距離が 10.5 センチなんで、撮像素子から 10.5 センチってことはさ、うん、このレンズの先端だってもうこれぐらいでさ、多分8センチぐらいあるんだよね、うんうん、ここでピンと合うってことでしょ、うんうん、クモさんがいるので、ちょっと待って、真ん中にフォーカスエリア持ってきて、あー、今これ写真撮って、これ写真こいつで、こっちでか、こっちでか、あー、蚊に刺されてますよ。すごいすごい、結構吸ってんね、結構、まだ吸ってんだ。これさ、すごいね、背景のボケが綺麗だよ。めっちゃ吸ってる。でも買って、あの、これ吸ってるじゃない、でこれでパンってやって、無理やりこの針を抜かれる瞬間にそのかゆかゆエキスをビャッて出してるらしいの。だからこの吸うと、もう吸われ始めちゃったら気が済むまで吸わして勝手に生かした方がかゆくはなくないらしい。なんか残ってないこれなんか残してったね、なんか残された、折れたんじゃない、折れたんかな。でも今勝手に出てったじゃん、行っちゃったじゃない、だからきっとここは今かゆくならないはず。そうなの、うん、でもさ、刺す時も痛くないようにこう出すのかな。いや、でもあれだよ、こう引っこ抜く時に今気持ちくすってんのになんだよっていうのでギャッて出すらしいから、刺す時もなんかな。蚊に邪魔されましたが、マクロレンズでクモさん撮りますか。気抜いたらさ、ぶつかっちゃうよ。まあ、虫が嫌いな方結構いると思うんで、虫でマクロレンズの凄さを実証するのもどうかと思うんでね。ちょっともう少しさ、マクロを綺麗にこう、やっぱ雲とかだとね、あれなんで、もう少しなんかさ、マクロっぽい撮影をね。これすごい綺麗な。綺麗な。ほんと、綺麗ですか？これ何？アジサイ？アジサイじゃないこれ。違うね。あ、違う？違う。2.8 だから浅いね。でもちょっとこの浅さ、ちょっと絞ってもいいんだ。ちょっと絞りますか。あ、ね、これすごいよ。あ、邪魔物入っちゃったもん。本当だ。邪魔物。これ前ボケ。前ボケ。これさ、ちょっとマクロで撮るとちょっと結構えぐいかなと。よし、そしたら、はい、どうですか、マクロレンズ
どうつかないですか、マクロ。さっき前ボケ入れたかったんですよね。はい、前ボケを入れる時には、はい、まずポイントの一つがちょっと露出明るめにする。あ、明るめにする、ね、手前の前ボケが暗いと重くなっちゃいますから、手前がね、はい、例えば今その目の前にすごい鮮やかなお花があるじゃないですか、これ、はい、これを前ボケにして奥の一段下がったところを、あ、そっちね、ピント合わせればいいと思います。こっちか、はい、こういうこと。そうそうそう、でもう少し右寄った方がいいね。あ、そう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 、そのお花とお花の空間は埋める、埋めての、そう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 、でもうちょっと前ボケの割合少なくていい、もう少しカメラ左に振っていいや。で右だね、それは。そう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 、こうこうこうか、そう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 、どうだ、はい、なるほど。後ろの水も反射のしてるから薄い色になっててってことですね。でも今画面が反射してるんで私あんまり見えてないです、画面は。動かしたらいいじゃないですか、画面バリアングルだから。こういうことか。そうそうそう、見やすくね。あー、なんか急にいいんじゃない。そうか、ちょっと緑も入れてあげたから、うん、いろんな色があってっていう感じ。そうですね、ね、はい、マクロだからこのアリさんも撮れるわけですね。は取れないね。よいしょ。テテリテリテテリテ。何それ。え、鳥の鳴き声の真似。え、泣いてるよね。泣いてる。テリテリテテリテ。違うと思う。いや、違くない。ほら、いい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 。だいぶアンダーだな。だいぶアンダー、アンダー。エンダーでろ。はい。なんすか？さっき歌うよね。歌うよ。ね。じゃあまたカラオケ行きますかね。ライジングさん。音先生ライジングさんで。トモエさんなんだっけ、18番は。わかんない、何歌ったんだろうね。あの時何歌ったんだろうね。俺らが多分小中学生ぐらいの時のなんか曲を歌ってて歌ってて、なぜか勝ち進んで、そう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 、参加費ゼロっていう ね、無料で歌って飲めてたんだよね。あれ、これ、うん、これさぁ、これさぁなるんだよ、ここ結構。あ、そうなの。トモエさんさっき言ってたこれが滝。そう、これ滝ではないよね。違うね、これね、すごいんだよ。本当にすごいなって、あそこバシャーなってなってんだ、あの、あそこそこ、あっちが。これはどうした今。ああ、これぞアジサイですよ。よいしょ、頑張っか。マクロの時はこれにピント合わせるんだからね。あ、このこれお花だから。え、こっちじゃないの。これはガク。ガーン。これがお花。これがお花、こっちね。今開花中。開花中。そこいい匂いするね。あ、アジサイの匂い。あ、私じゃない、あ、違う、あ、アジサイの話してたね、今ね。すごい風でさ、これこういう、もうさ、1個しかない時はさ、うん、どう撮ればいいんだよ。1輪しかない時って。そう、1輪しかない時は、こういっぱいあったらごまかせるけど、1輪だとさ。じゃあ、ともよさん、はい、背景をあっち、階段の方を背景に撮ってみてください。階段を、そう、階段の左側に光が差してるじゃないですか、はい、あの光丸ボケ出ないですかね。あー、これ横からでいいんですか。横からでいいですよ、もし入れば。こういうことですか。そう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 。あー、ほら、すごい、すごいね。あ、そ、こっちだとさ、白い玉ボケだけ、丸ボケだけど、うん、こっちに動くと、こっちにすると緑で綺麗ですよってことですね。わー、いやー、もういいでしょ、アジサイ。これいいじゃない、これね、撮れるでしょ。ツイッターあげよう。ツイッターあげよう、ね、動画の前にツイッターあげよう。マクロは背景に光を見る。あー、ね、そういうことか。マクロでお花を撮るときには暗く撮る撮り方もありますけど、マクロは背景に光を入れた、前ボケの時は明るめに、これがポイントなわけですよ。マクロレンズで後ろにこう光を入れて撮るって、あれはちょっといいなと思いましたね。感想、ずっとこの辺にゴーストがあるの。こんな感じで帰りますか。はい、帰りましょう。じゃあ今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。現地集合、現地解散ですから。現地解散です、はい、解散。はい、
リーセンキュー、バイバーイ。